小林、大勢に激怒。甲子園の歓声に負けじと、大勢は雄たけびを上げ、ガッツポーズを決めた。1対0の9回1イニングを1安打無失点。1対0勝利を締めくくり、会心の27セーブ目を挙げた。勝利への執念が溢れ出た。2アウトから糸原の打球に反応し、利き手の右手に当てて安打となった。怪我をしてしまったらダメですし、プロの投手として失格。誠司さんにもロッカーでこっぴどく叱られましたと反省したが、声援もすごくて、アドレナリン出ちゃって思わず。気持ちの表れだった。甲子園の登板は延長10回、佐藤輝明にサヨナラ打を浴びて敗戦投手になった4月18日の阪神戦以来。ニューデイズですよ、毎日、と常に新たな気持ちでマウンドに立つ守護神は、2アウト2塁をしのぎ、悔しさを晴らした。一つでも多く勝つことが大事になってくる。歓喜の瞬間、マウンドには背番号15がいる。思わず出たんやろけど、もう二度目はなしで頼むよ。あれはドキッとした、阿部監督も怒ってたからね。坂本監督の時は、亀井、長野、小林はコーチは当確でしょうな。あれで、すんなり終わらないところがまだ、油断できないことを物語ってる。あれはダメよ。二遊間は鉄壁の吉川、門脇がいるんだから任せとき。やっぱりこの辺がちゃんと言えるのは、小林だけだろうな。小林は良い教師にもなりそうだよな。まあ、普通にスルーしていれば、ショートの門脇がさばいていたでしょうね。冷静な判断が求められるところですよね。私も見ていて、びっくりです。本能的に手が出たようですが、大事が向く良かった。大勢投手がいないと、クライマックスは勝てない。小林は、将来、監督の人材難になった時の候補になりうるから、最後までジャイアンツでやってほしい。気持ちはわかる。届く打球だったもんな。でも絶対にダメ。無事そうで良かった。見た目から若い頃はチャラいイメージに思われたが、チームに欠かせない良いベテランになったね。さすが小林キャプテン以上かな。監督の道も近い。